やあ、ピグレット、ちょっといいかな。古本。この魔女キルケーから君への好意は疑いようがない真実さ。そう、いわば永遠なる黄金の果実だ。天空をめぐる月のように、常に私の思いは君の傍らにある。もちろんそう確信してくれているだろう。と望みたいけれど、それでもそのちょっと不安になることはあってね。そこでこれさ、よかったら受け取ってくれないかな。そう、バレンタインデーのプレゼントだよ。1年に一度決まった日にお菓子を贈ろうなんて、とてもユニークな風習だ。現代人もなかなか好都合な、いや粋なことを考えるじゃないか。もちろん私の手作りさ。チョコレートの菓子なんて初挑戦だったけれど、まあまあよくできたと思うんだ。中身にはそれぞれ異なる味のシロップが入っているからね、飽きさせないよ。できれば一気に食べずに少しずつ服用、もっといい、味わってくれるといいな。そうすると徐々に馴染んで。大変だ、暴れ豚だ。ブラド三世氏の部屋から巨大な豚が飛び出してきたぞ。どっちのブラドスの部屋から？槍王？それとも凶王の方？それが今問題になる状況か。暴れ豚だぞ、相手は。みんな、捕獲ネットは持ったかな？では、行くぞ、豚追いだ！隔壁を順次閉鎖する。あちらの倉庫へ追い込みたまえ。了解です。なーに、大した被害は出ないよ。あの調子ならしばらくしたら収まるさ。ダヴィンチとスタッフに任せておけ。しかし暴走してしまったか。強化付与の副産物はちょっと厄介か。もう豚というより先祖返りしたイノシシだもんな。バベジ教授の部屋から巨大なメカ豚が飛び出してきた。よーし、大成功。こっちの方の効果は抜群だ。この先にシミュレーター室が。あの部屋の構造なら格段に強固だわ。はい、私も賛同します。一
人に向かっては襲ってこないようですが、とても混乱しているようです。衝突に注意しつつ、誘導しましょう。わかった。マッシュは本当に優秀だな。私の次女に雇いたい。ダヴィンチが羨ましいよ。ああ、依頼したよ。それがどうかしたかい？今回のキュケオンシロップは新作レシピでね。そこらの耐毒、耐魔力特性ならものともしないよ。カルデアっぽく言うなら、キュケオン EX ってところか。と、まあ格別に強力な出来栄えではあるんだが、ちょっと不安定で結果が読めなくてさ。何人かに試食を頼んでは見たんだが、みんな顔をしかめて辞退してしまうんだ。失礼だよな。心よく引き受けてくれた男性はたった2匹しか、いや、2人しかいなくてさ。うん、それがちょっと心残りだ。どうしたんだい？私の贈り物を凝視して。何の心配もいらないよ。サーヴァントではちょっと副作用が強く出ただけさ。人間相手ならこんなことにはならないと保証するとも。ね、あのマスター、目が怖くないかな？もしかして怒ってる？2匹だけじゃなくてもっと念入りに実験すべきだったかい？してくれた？そうか、ならよかったよ。頑張って作った甲斐が あったかな。わかったよ。確かにそれは私が悪かった。ちゃんと後始末を手伝うと思う。ブツブツ、来年こそは。